久しぶりにヤスゴル TV とコラボ。レッドライス TV 史上一番多い人数で4人でね、僕の親戚です。親戚チーム対ヤスゴルチームになるかな。やめねえヤスと会うならちょろいっしょ、うん、行っちゃった。俺らクラちゃんの血が流れちゃってるからな。そうですね、うん、なんすか、はい、ストロークストロークですね。わかりました、OK です。大きいやつですか。これだかねえな俺。はい、どうもレッドライス TV 始まりましたということで、今回久しぶりにヤスゴル TV とコラボということで、はい、やってます。今日めちゃくちゃね、レッドライス TV 史上一番多い人数で4人でね、珍しくやっておりますけども、今日はですね、いや、かなりスペシャル。このコラボめちゃくちゃやりたかったです。なんと、僕の親戚です。いや、誰、どなたかなと思いましたよ。ガチの親戚。親戚の金子さんです。猫さん、猫さんって言われてる。はい、金子さんです。ヤスゴル TV 所属の猫です、うん、所属の猫さんです。そうです。複雑な絡み合いが、やっぱりご縁があったんですね。ご縁があったんですね。そして初めてになるんですよ、アウさん、はい、もね、よろしくお願いします。ご一緒にということで、はい、で、まあ猫さんがアウさんがいい、もうご指名入ったんで。そうですか。はい、舐められてます。舐められてヤスと会うならちょろいっしょ、うん、いや思われてんのこれ。そう、で俺もこういつも見ててやりたかったので、アウさんとヤス君と猫さんで、今日はこっちの親戚チーム対ヤスゴルチームなのかな。そうですね、はい、黒チーム対こっちですということで、はい、やっていきたいなと思います。場所はいつも通りイーグルポイントゴルフクラブでやってます。で、ルールは、とりあえずハーフの勝負なんですけど、ストロークのオルタネと、はい、交互に打つっていうルールでやっております。で、ティーショットは固定で奇数が僕で、偶数を打っていただく、奇数が安いんで、アウさんが偶数っていう、はい、ティーショットだけ固定でやっていきたいと思います。そして、そんな感じで、やっていきたいと思うんでなんかグダグダしてきましたけど、まあ楽しい一日になることは間違いないんで、最後まで皆さん楽しんでください。じゃあ行ってみましょう。じゃあ行きましょうか、はい、じゃあまず奇数は、僕とヤス君、はい、奇数ホール、じゃあ僕から行きますね。お願いします。嬉しいですね。1年ぶりぐらい、1年近く経つんじゃないですか、うん、ね、もう始めてもうすぐ1年なんで、うん、でもまだだから半年ちょっとぐらいですか。いや、ありがたいです、こうやってねまたコラボしていただいて、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あー、やばい、大丈夫です。ごめんなさい。あ、バンカー越えた かな。バンカーっぽいですね、うん、あ、出たかもしれない。あの辺勢い良かったで。コースの状況わかんないけど、ヤス君お願いします。僕がね、その前回のね、レッドライスさんとのコラボの時にここ来て、うん、それ以来なんですけど、でここ鮮明に覚えてます。ここはヤス君ぐらいとワンオンですか。いや、ここは僕はね、持ち玉チーピンですって朝言って、うん、その辺の木になんか当てました。宣言通り、はい、チーピンどこの騒ぎじゃなかったんですよ。今日もそれでお願いします。はい、わかりました。うん、あ、大丈夫じゃない、まあ、どうなった、バンカーより左、うん、あ、見えてますね、行きましょう。どうも、始まりましたね。いやー、始まっちゃいました。やっと、ちょっとこれすごいやりたかったコラボが。そうですよ、親戚なんですよ。いやー、ね、もう本当嘘ついてますよ。いや、マジです。俺これね、ばったり遭遇したの今まで、いろんな同級生とか、うん、地元の人に、うん、俺レッドライスさん親戚なんだって言ってたんだけど、みんな信じてもらえなかったんですよ、うん、これでついに45年のいやでもね、疑惑がやっと晴れます。よかったです、こういうね、そうやってね、うん、本当は違うのに、こういくら積んだ、いくら積んだんですか。親戚プレイしてもらうのに家1軒、家1軒、ゴルハウス1軒で、ゴルハウス1軒で、ゴルハウス1軒で、ゴルハウス作ってくれた。いや、ゴルハウスのね、動画出した時にレッドさんがわざわざご連絡ね、いただいて、なんか家建てた、
江戸さんみたいな。いや 俺ちょっと前に、なんだっけ、家をリフォームっていうか、中古物件買ってリフォームして、はい、座席作るかすごい悩んでて、もうちょっと早く出会ってればな、みたいな。いや、遅くない、遅くない、遅くない。まだ遅くない。おはようございます。誰も見てないっすね。です何やつか。飛びすぎちゃったね。行っちゃった。行っちゃった。あ、OB。一番ホールやらかしちゃって俺。おお、やべやべやべ。すいません、ちょっとピックしますね。はい。すいません。いきなり物議かもす、うん、あれしちゃったよ。じゃあこっからこっちですかね。新ルールの。新ルールをじゃあ適用していただいて。はい、いいですか。2打。じゃあ4打目でいいですか、はい、4打目、はい、すいませんうちのやつが、すいません、いやさすがに OB にはいかねえかなと思ったんですよ、うん、まだちゃんと言って1ゲーム目ね、本当にね、グリーン見てください、いや知ってます、はい、乗ってんなと思って、さすがです、これはもう頼もしい頼もしい、やっぱ俺らクラちゃんの血が流れちゃってるからさ、そうですね、うん、あートップしたけど、いいんじゃないですか、ナイス、でかいぞ、うん、ナイス、どうです、止まったなんすか、これストローク、いや今日マッチじゃないですか、えレッドさん今日ストロークですか、ストロークですね、わかりました、はい、ストロークでーす、でもね、でもギリギリあってよかったな、やめなさい、ギリギリすごい TV がそういうチャンネルだと、あそうか、いいよ、すごくいい、だ、ね、わあ早いな、さすが屈指の 名コース、うん、やっぱ植えつけちゃダメですねこれね、そうだね、あと OB しちゃダメですね、うん、どうぞ、うまい、来い、あー、もう、これもういいですか、 OK ですけど、 OK ですか、 OK ですけど、ありがとうございます、やりますか、大丈夫ですか、じゃあいただいちゃいますよナイスパー、はい、ありがとうございます、ダブルボギーパットまあ3つぐらいハンデみたいなもんなんで、うん、しっかり入れますあー、オッケー、オッケーです、ナイストリ、いやまあやつくん、ナイストリっておじさんに言われた、うぜえな一般人のおじさんにナイストリって言われた、大暴れで楽 楽な展開ですよ、ユニフォームやっぱ揃えてきてるんですね今日ね、いやそういうつもりはないです、チーム感出てますね、ナイスパーです、ナイスパー、ありがとうございます、噛み合ってますね、親戚チーム、まあね、血が似てますから、でもラウンド初なんですよ、ね、ラウンド初ですね、まあ、話すのも初ですね、挨拶本当にいや、やっぱなんかね、心なしかやっぱレッドさんやりづらそんなことないです、やりづらそう、いや俺でもやっぱちょっと思ったわけですよ、うん、普通に、うん、いや言うてね、その猫さんってもういろいろクラちゃん撮ったりとかなんかいろいろこうやっぱ、うん、まあトップアマと言われるレベルと言っていいと思う人だと思うんですけど、うんうん、その人とレッドライスさん、うん、対するは、うん、ヤス合う、うん、ちょっともうこれはすでにハンデ、すでにハンデを、ハンデが必要もらって、うんうん、もらいたかったな、もらいたかったな、最初に言えばよかったこれ、うんうん、あ、ごめんなさい抜けろ、うん、大丈夫です、大丈夫ですか、いや大丈夫ではないんですけど、あ、転がった大丈夫です、結構左の奥ですね、左の奥ですね、 OB とかじゃないんですかね、 OB はないです、はい、ちょっと僕はじゃあやや安全めに、はい、木のスレスレを、おー、うまい、宣伝通り、さすがだわ、完璧、よいしょ、ベスポッチ、今ね、
今の初速だと多分180ヤードぐらいの飛距離なんで。柔らかめろ。俺の初速をいじるのはやめろ。すいません、これ安ぐるがら。安ぐるの乗り。違う。ごめんなさい、ごめんなさい。安ぐるの乗り。僕の初速が遅いというのを。いや、ナイスショットでした。ありがとうございます。そういうね、人様のチャンネルに、自分、乗りみたいなのを持ち込まないでください。いや、あなたですよ。どんどん持ち込んでください。いや、もうね、僕ちょっとやっぱ、レッドライスさんと、こう、お会いするとやっぱ興奮しちゃって、いやまた興奮冷めやらもう冷めやらない、僕の中のやっぱこうレゲエの血が騒いじゃん、騒いあ正直ビートが今レゲエになってますこれ、あクラちゃんさん緊張されました、なんかあんなミス、いやもうだってレッドさんとオルタネートっすよ、この方向打ちですよ、いや珍しいっすね、俺もう3年ぶりぐらいですよ、 あれじゃないかな、まあ結構いいとこまで来てる、すいません、ここで1打でも冷たいよね、できれば2打、そうっすね、ちょっと林入れてるから、あわよくば3打、あわよくば3打3打あわよくば3打ブラジル来ちゃってるな、あ危ない、あ止まっ、あバンカーですね、バンカー入ったな、うん、やっぱり言った通りだ、うん、こんな朝から200ヤードで残すから、うん、ちょっと雑談してるんだもん向こうのチームが、ね、親戚のさ親戚のさ親戚トークに花咲かせちゃってんだよ、ね、なんかティーアップされてる、いや本当だティーアップすげえのかで、レッドさんちょっとティーアップされてますね、なんか玉が2つ下にある、いやこれこれきついわ、これ自然になります、いやでもこうねベアグランドにあるよりかはティーアップないはいいですね、うん、今日は何かありますよ、ね、なんか儀式をしたい、うん、後のような、開いてますねグリーン、開いてる開いてる、じゃあこっちに出しますこれ出しすぎるとあの規模邪魔なんだよな、そそのかそうとしないでもらっていいですかそう、ナイスナイスナイス、完璧でございます。よし。こう動画とかに出てもらうようになったのは本当最近ですね。ね、誰か猫さん撮ってますか？ちょっと130ヤード9番やん。おじさん、誰か、いや、おじさん、おじさんなんでただの。あー、ナイス。ナイス。カット、カット、カット。ちょっとカットしちゃってるわ。アドレナリン出ちゃってるじゃないですか、うん、ね、ちょっとやっぱ緊張感が違う、次レッドさんが控えてる、カメラ向いてなかったのに、カメラ向いてないんですか、緊張する必要ないんだ今撮られてなかった、撮られてなかった、いや俺あのまま打ったらどうしようかと思って一番のスターじゃないですか、猫さん、クリーン2連覇、いやいやそんなことないっすよ、もうでも今年もそれで終わりなんで、あ、やめるんだ、いや今年取れないともうチャンピオンじゃなくなっちゃうんで、いやでももうね、いろいろ他の試合でも結構今乗ってきてるんで、ブイブイ言わせてるんですね、でもいつもね、あーダメしたちょっとダメしたって言うんですけど、結構なんか普通に予選抜けてたし、これでシャミシャミって言うじゃないですか、うん、はいはい、シャミ戦みたいな、ね、はい、シャミ猫って言われてる、僕らの周りではなんか育ちいいんだか悪いんだかシャム猫みたいなあれなんですけど、シャム猫で言うのやめていやレッドさんでかかった、すいません、全然大丈夫です、あーやっべ、うん、ナイスアウト、止まれ、いや、まあバンカー入れたの僕なんで、ちょっと閉まってた、うん、スタート、それあのスパイダー GT トラスですね、これ いいですよね、これこう売り切れちゃって、マジですか、そう探してもらったらあったんですよ、おじさんおじさんって言うけど、はい、俺より下でしょだって、いや年齢の話してるわけじゃないんですよ、うん、雰囲気の話強くないか、ちょっと強いんじゃない、ああでもナイス、あオッケーオッケーオッケー、ナイス、決める決める、あれはアウさんも8割入る距離ですよね、じゃあオッケー、はい、でダメですねオッケーとかないんですよゴルフには、ないです、ね、アウさん、うん、
あ、弱っ。いけ。やばい。大丈夫です。ごめんなさい。あ、もう全然大丈夫です。任せてください。これ8割入るやつですから。本当に逃げそうだから怖い。やば。いや、こういうとこなんですよ。やっぱ猫さんの強さって。こういうのを本当に入れてくるんですよ。なるほど。やっぱ腹立ちますよね。惜しい。あ、OK です。お、いいんですか。いいんですか。ありがとうございます。いや、これもういただいちゃいましょう。これも、もう、もう全然これ OK です。まあ対決ですからね。相手が OK って言って OK ですね。そうですね。はい。OK だったんですか今の。はい、早かった判断。ああ、惜しい。惜しい。打っていただきましょう。打っていただきましょうか。そうそうそう。OK、OK、OK。しょうがないんで。これはまあ、ダボでしょ。あれ出したからだよね。あれ出したから。OK、OK 出したから。俺は正直今のパット、うん、まあ、これちょっと言うとあれかもしれないですけど、うん、全然外せた。全然外せた。全然外せた。得意技だよね。てか正直 LINE も、レッドさんたちの方がまだ入れやすい、うん。俺の上からやばかったんで。このね、この傾斜結構効いてるからね。今となってはアウさんナイス OK ですね。俺も外せた。レッドさんに先打たれるのはやっぱやだな。プレッシャーかかっちゃう、これ。ナイスショー。いや、これ突っ込んじゃうんですよ。これはね、左打ちになります、猫さん。あ、結構近いんだ、あの林が。これ、なるほど。あそこ行っちゃう。じゃもう木の上行かないとダメなんだ、本当に。とんがった木の。右か左かぐらい。あ、ごめんなさい。待ってよし。今日男のキャディーさんだぐらいの。ボール吹いた。うん。これはいいの？いや、ダメ。でもダメ。これもやっぱ一緒ですか？左打ちじゃない？え、これでダメなの？同じとこですよね。うん、こっちの距離出ちゃってるかな。でしょ。うん。いや、やっぱり、うん、これレッドさんのことを僕がいかにこうね敬愛してるかという意識しちゃってる。ついてっちゃう、ついてっちゃう。ついてっちゃう。多分二つボールくっついてると思いますよ。同じところだもんな。一つになっちゃってるかもしれない。あ、ダン、ダン、ば。あります。7番アイアンでちょっとこの空いてるところからドローでいきます。そうですね。右バンカー方向ぐらいですね。はい。オッケー。あ、うまいわ。そうっす。よし。やばいわこれ。猫さんドローかけなかったんですか？いや違うんですよ。リズムが作れなくないですか？いや、そういうもんだね、やっぱ。自分で打って、二打目自分で打ってってやるからリズムができるのに、うん。だからあれっすよ、急にアプローチやらされたりしますよね。いや、難しい。で、さっきの、だから、レッドさんのロングパットもそうですよね。うん、いや、そうそう。流れがないから、そうなのよ。急に打たされるんですよね。ね、うん、だって、レッドさんなんてあんなロングパットもう何年ぶりに打ったか分かんないですよ。ここに跳ね返った。それどころじゃない。すいません、レッドさん。これはちょっと、普通の素人のおじさんなんで。会話しないんで、すいません。うわ、いや、いこいで、いけ。ダメだ。おお、やった。すごい。うわ、泣き。なるべくしてなった結果ですよね。そうですね。それは狙ってないかもしれないけど、なるべくしてなった結果です。これはちょっと。ゴルフは結果なんで。結果。いや、ナイスアウト。ありがとうございます。オッケー。いや、うまいわ。いい、これがあんないやつは。オッケー。あ、ちょっと手前か。うまいね。ちょっと戻っちゃったか。うん、ナイス。ナイスです。ナイスです。あ、すいません。うん、国っていうね、流行ってるんですよ、安ゴル内で。へー。うまい。
ああ、行かなかったか。いや、でもうまい、うまい。ナイスです。ナイスです。ああいう深いラフとかスッと抜ける。抜けは抜けますね。やっぱこう、逆に帰っちゃって飛んじゃうとかあるじゃないですか。はいはい、そういうのがないですよね。ない、もうしっかりこのまんま行ける。はい、上に行ってくれる。なんか見せ場、取れ高ねえな、俺。いや、だから見せ場作ろうとしすぎてるんですよ。来たぜ。来た。よし、よし。え？出す。ナイスパー。取れ高が取れた。しかも。パーです。ナイスパー。バーディーパット。これね。うわぁ。ナイス。ピン抜く？いやそういう揺さぶりやめてください。ナイスパーパス。いやもうこれはこのホール本当レッドさんに助けられました。いやナイス。いやもう私のミスに次ぐミスをとんでもないです。でもあのパターだけじゃなくてパッティングも随分変わられましたね。変えました。すごい変わりましたね。打ち方めちゃくちゃ変えました。そうなんだ。打ち方とやっぱそのルーティーンとテンポと全部変わってますね。はい、というわけでまず3ホール終了しました。まあなかなかねすごい見せ場もなく楽しくありましたよ。ありましたよ。ライさん今のラッツパーはもう完全にライスさんのですね。新たな呼び名が。本当ちゃんと僕らのなんか無駄な喋りはカットしてくださいね。ぜひね。多分あの見てあの出来上がり見てもらえればそこまでカットするのかっていうぐらいぐらいカットして、うん、よかったよかった安心しました。安心していただければということで、まあでもすごい楽しく進んでて今結果から言いますと、安黒チームが5オーバー、はい、で、レッドライス TV チーム親戚チームが2オーバーということで、今3打差、まあ、最初のがね TV チームだったね。でもまあかなりいい接戦になってきてるのでまだあと6ホールあるのでどうなるかわからないので最後まで楽しんでください。とりあえず続きはまた出るのでそちらも見てください。ありがとうございました。チャンネル登録いいねもよろしくお願いします。